修郎です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はザ・クロストークプラスという手術のコンサートでまず第1回ということなんですけれども、今すでに演奏していただきました石柳俊さん、それから岩佐丈二さんのお二人を迎えて会を進めていきたいと思います。今日の主役のお二人をお招きしたいと思います。岩佐丈二さんです。どうぞ。はい、そして今最初から演奏していただきました石柳俊さんです。どうぞ。早速最初の曲なんですけれども、石柳さん1954年の作品、ソナタ、バイオリンとピアノのための演奏の松原さんも素晴らしかったんですけど、市柳さんの演奏が若々しくてみずみずしくて、もちろん曲もそうだったんですけど、エネルギーがすごいなって改めて非常に感動しました。ご自身演奏されてどんな感じいらっしゃいますか？いや、まあ、それはあの曲は20歳の時の曲なんでまあエネルギーはありますね。ただ今ね、正直言ってあの曲の中には両手とも右手も左手もですね、9度がたくさん出てくるんですね。それで前は楽々と9度を弾けてたんですけども、今ねやっぱり年取ってくるとこの手の開きがだんだんこう足りなくなってきて、9度いっぺんに抑えられないんですよ。だからどうしてもそこがねアルペジオになっちゃうっていうね、そういうことはあります。ニューヨークに2年後に移られて、まあいろんなもちろんジョン・ケージをはじめとしてジャクソン・ポロック絵画の人とかフロアとかあるいはマス・カニンガムとかいろんな人との刺激があったと思うんですけど、まあ、その辺の細かいお話また後で伺うとしてですね、はい、やっぱりここはちょっと週刊文春的で申し訳ないんですけれども、皆さんご存知だと思うんですけど、ジョン・レノンの奥さんの小野陽子さんの最初の旦那様なんですよ、石柳俊さんが。わざわざ言うことでもないんですけど、やっぱり僕としては週刊文春的ではないんですよ、あくまでも。ただもちろん小野陽子さんも当時ニューヨークじゃさぞ数少ない日本人の一人だったと思うんですけども、やっぱり前衛芸術家の一人だったと思うので、どんな風な感じだったのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど、ね、まあ今となってはね、普通に普通のバツイチ程度かな、つまり程度の意味しか持たないですけども、ただね本当にちょっと思い出すとびっくりするんですけど、その頃ニューヨークといえども日本人は本当に少なくて、でただ少なかったのにもかかわらずですね、一番特徴的だったのは、そこにいた日本人は私らみたいにもう超敗戦国の、まあ、貧乏であった日本から来たような、貧乏人と、それから逆にその頃でも、まあ、かなりその裕福な、特に会社とかね、そういうとこから送られてきたような人が多かったですよ。岩佐丈二さん、実験工房っていう竹木修造さん詩人をまとめ役というかリーダーとして集まって、当然武見ストールさんをはじめとして秋山邦治さんとか、鈴木博義さんとか
いろんな方がいらっしゃった中で切磋琢磨されたことは皆さんよくご存知だと思うんですけれども、おそらくこの作品はそれの実験高校の中か終わるかぐらいの作品かなと。終わってからです。終わってから2年目です。さ、記憶力がバッチリなんですよね。もうこっちはもう何でも忘れちゃうんですけど、で当時の2つのパストラールとか、あるいは3スコアセットとか、年代は極めて近いと思うんですけれども、2つのパストラールはどっちかっていうとバルトーフとかミオとか、あるいはコープランドとかというような影響がなんとなく、美しい綺麗でちょっと耽美的な、そういうような印象は多少あるんですけれども、この曲は全然それとは違うところに位置してると思うんですけども、その辺の変化っていうのはどういうことがあったんでしょうか。あのね、実験工房7年いましたけど、その間ものすごく変化しちゃうんですよ。で最初はほとんど調整がある感じだったんですね。それでコープランドとかそういう人たちの影響もあったんですけど、2年目からはですね、自分でミシアンなんかも入ってきましたから、そういうのを追っかけていて、自分で音程を組織したりしてたんです。それで3年目になったらですね、鈴木大拙の本をすごく読んだんです。そしたら、その僕は小学校の4年から、中学2年までですね、歌いを4年間やってたんです。それで歌いは要するに他に置いて、それで音楽のことをバルトークとかそういう新しい音楽を追っかけてたわけですね。そしたらそのうち鈴木大拙の本を僕は読み始まったら、すごくその刺激があってですね、答えはないんですけど、それで要するにその歌いをやった自分っていうのをよそに置いて、それで僕はバルトークとかそういう現代のことをどんどん追っかけてたわけですけど、その鈴木大拙さんの本を読んだらですね、答えはないんですけども、いろんなそのサジェッションがいっぱいあったんですね。それで みんなにね、実験工房の仲間にこれ面白いから読みなさいって言ったらですね、鈴木も佐藤圭次郎も福島もすごくそれを読み始めて、それで竹道はその時に入院してたんです。それで竹道だけは読まなかったんですけど、それで鈴木大拙さんがですね、内触覚的宇宙っていうようなことを言うんですけども、それはですね、僕ハーバード・リードの遺恨とイデアっていうのをですね、竹内さんが実験工房の名付け親だったので、そういうその古代の歴史から現代に至るまでの美術史の本を読んだんです、何冊も。でハーバード・リードはですね、内触覚的って言うんですよ。でこれ鈴木大拙さんと同じことだろうと思ったらですね、ハーバード・リードの方先で、鈴木大拙さんは後で会ったらですね、ハーバード・リードのことをすごく よく言ってたんです。せっかくなんで、お二人すでに当時お互い認識されてたっていうことでよろしいんでしょうか。要するに何をお伺いしたいかというと、初めてお二人会った時どんな感じだったかっていうのをお聞きしたいんですけど、確か岩瀬さんが未熟に
住んでらして、うん、一柳さん下北沢でしたっけ、なんか意外に近所にお住まいだったっていうのが不思議な感じもするんですけど、どんな感じだったんでしょうかね。もし覚えてらしたらお話しください。知りませんでした。あれですか、当時やっぱり音楽界かなんかでお会いになったんですか最初。いやだから、まあ、その本当に近かったんで、ニューヨークから岩瀬さんの方に、音楽は全然聞きませんでしたけどね、聞けなかったんですけどね、あの竹光から一柳の話を聞いていて、一柳っていうのはジョン・ケージと一緒にやってるっていうことは分かってたんですね。でそのぐらいでほとんど何も知らなかったんです。それで一柳に帰ってきてから初めて会ったんですね。ね、とにかく今とは全然違いますからね、コミュニケーションっていうのは一番早いやつでエアレターだけですよ。それでいかにニューヨークにいたって日本人は電話なんか持ってませんし、だから私はまずその岩瀬さんと名前だけお聞きしてたんで、近かったんでまず岩瀬さんのお宅を訪ねたのを覚えてますね。突然行ったんですか。ほとんど突然近かったです。いや私は逆に帰ってきて、日本に帰ってきてほとんど友達が逆にいなかったもんですからね、でも今の話伺っているような、そういうこう全く私も大拙には4刑事を伴って鎌倉の統計寺行ったりしてはいますけども、それもうちょっと後で60年代に入ってからですから、あれですか、岩瀬さん突然一柳さん来られて大丈夫だったんですか。覚えていますか。でも、まあ帰ってきたっていうのは分かってましたけどね。それで青山の草月ホール、草月ホールでやったりするのを聞いたりはしてました。でもね、僕は一柳その頃やってることはほとんどよく分かんなかったんですね。要するに図形学でね、であれがどうやってもいいようなことだったので一体どうやって自分の曲にするのかなと思ってました。どうしましょうかね。まあ後でね、もうちょっとなんて言いますか、今の問題と、まあ、結びつけた話で、音楽のことをそこへこう位置づけたいと思ってますから。はい、ありがとうございます。今日は楽しく進めたいということを根底に持っております。であれですね、岩瀬さん東松原にいらして、竹光さんが代田橋にいたっていう時代もありましたね。だからなんかいつもご近所にいたっていう感じですか。僕は竹光がね実験工房に入る前から知ってたんです。ですから友達で作品を見せ合ったりしてたんです。でそのうち実験工房ができたので竹光と鈴木が入ったわけですね。それで僕は2年目にその時まだ僕は大学生だったもんですから、大学を卒業してからと思ってたもんですから入らないでいたわけです。でも2年経ったらですね、その頃の日本人の曲をいろいろ聴いて、まあ一番マシだったのは平尾吉夫さんですけど、その他に八代亜紀夫とかですね、間宮とかそういう僕のと同じ年の人が何人もいたんです。それでそういう人たちのを聞いてですね、こんな僕でもできると思ってそれで父に
僕はその時に医者になろうと思って慶応に行ってたんですけど、実はこういうわけでって恐る恐る言ったらですね、父がよしじゃあ10年面倒見てやるからそのうち一本立ちになれって言ったんですね。先ほどお名前出ましたけど、その松村さんとか間宮さんとか八代さんとか芸大のその作曲家の人々とは親交はあったんですか？全然ないですね。仲が悪かったっていうことですか？仲が悪いっていうかね、あまりにも世界観が違うんですよ。で彼は何をやいや要するに音楽をフランス音楽とかそういうのを一生懸命勉強してるだけで、バルトークも大してやってないしね。ですからあまりにも違いすぎて、自然の、一部だと思うんですよ。その人間が機械の方に行ってしまう、あるいは、頭とかね、脳の力、あるいは言葉もそうかもしれない、もしかしたら、そういう方に行ってしまうっていうことに対して、ちょっと私の音楽的な立場から言うと、もう反対なんですね。ありがとうございました。インメモリオジョン・ケージ、ピアノ・オカネダ、演奏は篠田正信さんでした。ありがとうございました。ケージが亡くなった時に書かれた作品ということですよね。で、先ほどもお話出たんですけれども、ニューヨークの頃、ジュリアードに行ってらっしゃって、
ヴィンセント・パンシケって言って作曲家に支持されて、実は私も同じ人にならせたんですけど、もう大先輩で。でただ一之江さんはそのもっと12音の勉強がしたいとか、あるいはジョン・ケージ的なその偶然性を求めた音楽をしたいとか、いろいろこう模索されたと思うんですけども、当時さっきコロンビアのお話出たんですけれども、例えばマース・カニンガムがこう振り付けをして、で例えば市内さんがピアノを弾いて、例えば照明なんかをお客さんに自由に当てたりとか、そういった偶然性を含んだようなコンサートっていうのを幾度もやられたってお聞きしたんですけれども、そういったなんかなんていうんですよね、さっき岩瀬さんがおっしゃった鈴木大拙の一節で思い出すんですけど、月が池を照らして、池の波が揺れて、照らす月も揺れる波も何の関係もなくて、ただそこにあるだけだと、でそれをめでる人間も勝手にそこにいるだけだみたいな、偶然だけどそこで完成してるみたいな哲学がどうやらあるようなんですけど、そういった概念っていうのはその頃すでにニューヨークで浸透してたっていうことでしょうか。浸透をもう特定の人たちにはかなりしてたと思いますけども、何よりもやっぱり鈴木大拙が1950年代の初頭にコロンビア大学でその禅の講演を2年半ぐらいかな やってた。でそれにその考え方ですね、に共感した人が、音楽では刑事が一番ですけれども、他の分野 その舞踊だとか、絵画とかですね、他の分野にもたくさんおられて、でそういう人たちがこう分野の垣根を越えて一緒になって、日本で言えば実験工房にちょっと近いかもしれない、つまり本当に第二次大戦後の、20世紀後半のアメリカの芸術の、先端をですね作り上げた。よくよく調べましたら、岡村美穂子さんという方で、もちろん今でもお元気で京都で暮らしていらっしゃるんですけど、鈴木大拙館の名誉館長とかも実はなさってる方 でこの間1時間ぐらい電話で話させてもらったんですね。でいろいろお伺いしたんですけど、要するに晩年の鈴木大拙とずっと親交が深くてご一緒にいらっしゃったということで、ジョン・ケージの有名な4分33秒の初演も一緒に行ったっていうんですよ。でその時何て言ったんですか大拙さんはって聞いたんですけど、これがまたすごい意外な話でですね、音がなかったって言ったんですっていうか、その辺のおじさんと同じこと言ってるなっていうのは非常にショックだったんですけど、なんか540度ぐらい回っちゃうと元に戻っちゃうのかなみたいな感じがして、で4分33秒って、いろんな説があって、秒数に直すと273秒なんで、昔理科で習ったマイナス273度は絶対0度で、それ以下はもはやありえないっていう、本当かそうか分かんないですけど、そういうようなことがあったような気がするんですけど、ジョン・ケージとお付き合いっていうのは今思い返すとどんな感じだったんでしょうか。ケージ自身がですね、その鈴木大拙の講義をコロンビア大学で聞いた1950年代の、初めぐらいから、もう劇的にそれまでの音楽と自分の音楽が変わるわけですね。Thank you.
今日聴かせていただいて時代を追って演奏していただいたんですけど、やっぱり素晴らしい芸術家っていうのはどんどん進化してるんだなっていうことを改めて感じさせていただきました。長いコンサートになりましたけど、まだ2時間ぐらい足りないような気がしますけど、後半司会していただいた北爪さん、どうもありがとうございました。拍手お願いします。それからもちろんご存知のようにお二人ともすごいご高齢なんですけれども、姿勢を保つのももう多分すごいお疲れだと思うんですけど、お付き合いくださってありがとうございました。今日の音楽はもう一過性のものじゃなくて、これがどんどん受け継がれてつながっていくような時代が続いていけばきっと素敵だろうななんて思っております。皆さんどうもありがとうございました。長いコンサートになりましたけれども、どうぞお付き合いありがとうございました。どうぞ失礼します。ありがとうございます。